生ウニです。ここに口があるので口にコテなどをこう当てて半分に割ります。こんな感じですね。でこうやって振ります。こっちもアリストテレスの提灯を取り除いて、振ります。こういうヘラみたいなものの薄いものが剥きやすいですね。ちょっとこうカーブをつけて殻に沿って身をくじり取ります。で塩水の中に落とします。あとはもうこれ殻ですね。もう半分の身も取り出します。5粒取り出すことができました。あとは身から不純物を取り除いて、ザルにあけて水気を切ります。